そっち何問目？3問目。劇的なの。あなたユリのこと好きでしょ。先生首綺麗ですね。高校生のくせに。出てこいさよこ。エッチしないじゃないか。しないよバカ。僕って言ってた頃のしんちゃんの方がいいな。なんだそれ。俺も絶対言うなって言ったよ、お前に。しんちゃんがさよこさんのこと好きとか言うから。あいつらってやってんのかな。私しんちゃんとなら今だから言うけど、私本当は寂しかったんだ。どうにかなる日々、5月8日公開。痛いほどの好きはきっといつか愛しくなる。